うちら後ろでね、パットのね、はい、スカートメイクに楽しむので、あれはね、本当にやりたくて。やりたかったの？みんなもやりたいよね。やだ。ね、出るよね。え、なんかさ、最近なんだっけ、マジでとか言うの。え、言うなんかさ、口癖あったよ。なんかよくあったじゃん。なんかお前さくちゃんがさ、なんかタルトちゃんでよく最近こういうのよく言いますよね。なんて言ってる。え、忘れた。え、なんか忘れた。なんかあったんですよ。どうするしますか。あったよね。ルート2号が入って一緒に活動してきて、タルトは約7年、丸7年、そしてサクちゃんは3年一緒にね活動してきて、なんか思い出とかあったりしますか？挙手していいですか？え？ある人？ねえ、もっとさ元気にやって。もうあるでしょ、あるでしょ。じゃあサクちゃん。はい、私はね、みかんさんと、栄でご飯食べた思い出。あ、一時期電話めっちゃしてきて、やばっ。いや、やばい。そう、公開しないで。ごめん、公開しないで。かかってくるときはしないでくるよ。ほんと？え、電話だけ。え、でも授業のときに出ないから。嘘、困っちゃう、困っちゃう。なんで授業のときに出ないから。出てる気がするけど。ね、それでね、時間が、日にちがあってね、一緒に行こうって言ってね。はい。何だったっけ、何だったっけな。ポスターですよね、ポスターのセットみたいな。そう、セット、セット。そう、本当にマキちゃんと同じやつを頼んで。そう、私パンケーキ食べましたね。なんか食事と、なんかデザート真逆なものだったんですけど、でもね、めっちゃ喋ったよね。めっちゃ喋りました。なんか、サクちゃんの今後について、今後について、なんか活動の、こうするといいよとかされて、いろいろね、めっちゃ、そう教えてくれましたね。うん、すごい深い話をして、深い話、深い話を、深い話。あと、あとなんか活動の面とかある。活動しっかりしてるから、なんか、え、これ思い出なのかな。なんかすごいリーダーっていう感じがして、ずっと、え？なんか変な声聞こえるの。なんか、リーダー感をずっと出しててくれてたな。怖くなかった？はい。本当？でも私は、あ、そうそう、そうそう。名前ホームでしたっけ？違うところ。うん、そうだよ。名前ホームで会ったね。SKさんの握手会で初めて会ったんですけど、もうその時からマジで、マジでなんか D ラン感が強いなと思いました。現れた、現れてます。あ、なんかちゃんとチラシ持ってて偉いなと思いました。私持ってないから開く声できない。あ、ちゃんとサインが書いてあるビラをくださいました。あ、私だっけ。あ、私は2枚。あ、マジで、すごいよく覚えてるんだ。覚えてます、すごい。なんかさくちゃんは結構ね、いろんなとこ観察力があるからすごいなって思って、うん、見てる。これからも頑張ってね。頑張ります。じゃあ他にある人、ある人、ねえ、違うでしょ。ねえ、はい、他人任せにしたぞ。はい、どうぞ。はい、いっぱいあるでしょ。いっぱい。なんだよね。怖い、怖いなよ。怖い、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 怖い。何、何、何、でも7年あるんだけど、なんかほんとあっという間で、なんかね、なんか、なんかあんまりでもみかんちゃんのなんかアイドルとして活動してるけど、やっぱ一番の思い出はユニバなんですよね。そうだね。ユニバにめっちゃ行ったね。めっちゃ行ったね。いいな。本当に10回ぐらい行ってるんじゃないかってぐらい一緒に行ってて。みかんもめっちゃ写真入ってるもん、タルトも。え？え、いいな。私誘われてないんですけど。サンちゃんまだいない時だから。うん、そうそうそう。最近。3人で行きましょう。そう、2人だとちょっと夜がやばい。
ヘジも好きになるぐらい。あとは、うん、あのメンバー結構何人か入ってもう辞めちゃった子たくさんいると思うんですけど、うん、ほとんどのメンバーとみかんちゃんすごく仲が良くて、個別で遊びに行ってたりとかもして、うん、そうだね、もうなんか入ってきたらなんかすぐ遊びに誘う。すごい本当にみんなと仲いいっていう感じがして、うん、ちょっとね、こ怖がられやすいからさ、そこでちょっと距離を縮めないとと思って、うん、でも本当になんかみんなのことを見てみんなと仲良くしてすごいなって、嬉しい、ありがとう。株が上がった。もうもうやめちゃうんだけど。最後に株も上げてくれてありがとうございます。はい、タルトもね、大きくなったね。身長変わってないですけどね。あ、本当？うん、まあ、なんだろうな、見た目も大人になったと思う。本当に？うん、なった。うん、最初の頃はアイドル、ザ・アイドルって感じだったけど、今はなんだろう、アイドルじゃない。アイドルじゃないですか？うん、大人だけど、まあちょっとこれ以上言うとちょっとやめとこう、タルト推しに。変わったよ。変わった変わった。まあ、うん、大人になった、うん、なったよらしい。はい、ということで、